どうもチョッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。そう、僕はですね、ちょっと以前の動画でやらかしてしまいました。詳しくは言わないんですけど、さらっとお伝えすると、その駐車場で筋トレをしてしまいました。その動画のコメント欄で厳しく優しくご指摘いただいた方ですね、本当にありがとうございます。もうこのチャンネルの規模でやっておいてよかったと思ってます。もう何やってんだよみたいな。起業して独り身になると落ち込んだ時に回復させるのは自分自身なんですよ。なのでメントレっていうのは非常に重要だったりします。なので、その僕はいつまでもへこんでいるわけにはいきませんので、前に進ませていただきます。あれからですね、いろいろ考えた結果ですね、外で懸垂をするのもいいんですけども、やっぱりその自宅に懸垂環境を作った方がいいんじゃないかっていう結論にですね、至りました。また物増やすの?っていうふうにあなた思うかもしれないんですけども、 Amazon で懸垂マシンをポチりました。今撮影しているのが午前1時なんですけど、今日の、10時ぐらいには到着すると思いますんで、今からちょっと一眠りして朝を迎えて懸垂マシンが来るのをちょっと待ちたいと思います。よいしょ。それではおやすみなさい。よし、じゃあちょっと作業するか。あれ?荷物午前中に指定したはずなんですけども、なんかもう12時超えちゃってます。ちょっとこの後外出ないといけないので、ちょっと電話で確認してみます。お世話になっております。ちょっと荷物がまだ届いていないので、ちょっと確認を。伝票の記載が間違ってると。あ、なるほどですね。あ、はい、正しくはですね、で、いつ頃届きそうですか?夕方ですか?夕方ですか?わかりました。はい、じゃあそれでお願いします。はい、失礼いたします。もう出かけて、で、帰ってきた時に受け取って、で、組み立てたいと思います。ただいまー。いやいや、お疲れちゃんでしたー。今17時39分なので、18時まであと20分ということで、あと20分ぐらいで、懸垂バーが来ると思うんで、それまで、ちょっと動画編集やりたいと思います。はい、来ました。はい、じゃあ早速開封していきます。はい、完成です。はい、というわけで設置が完了しました。はい、どこに設置をしたのかって、それはですね、こちらでございます。ここに置いてしまえば、こっちはすっきりと下持つことができますし、こういったスペースが空いちゃって、なんか大きい荷物を運ぶときにもしかしたら邪魔になる可能性もあるんですけど、今のところは大丈夫かなというふうに思います。で、あとですね、ここに設置したポイントなんですけども、ここを通るたんびに、半強制的に懸垂をする環境っていうのをちょっと構築してみました。前回断捨離したのとほとんど変わらないようなものをですね、また買いましたけども、これがいいのか悪いのかっていうのはわからないんですけど、試行錯誤を繰り返しながら、ミニマリズムであったり健康面だったりブラッシュアップしていって、身軽な人生を追求していきます。
はい、もしですねこの動画がちょっとでも面白かったです、参考になりましたとのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。この懸垂環境でちょっとしばらく懸垂をしてみたいと思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。